東方クリスマス2015ボイスドラマ企画レイム役白宮レイ頑張ります。マリサ役ルカ。マリサ役歌は琥珀です。マリサ役茜です。マリサ役夕日。マリサ役めぐる。今日は12月24日。今年ももう終わりね。レイム、これはどこに置けばいいんだ？あ、それはそこ。それから、その箱は向こうに運んで。人使いあれえなしかし、今日はクリスマスイブだってのに、大掃除しかすることないなんて。寂しい女だな、レイムは。何よ。あんたも人のこと言えないでしょ。私は、巫女としての仕事をしているだけよ。そう言うなって。こうして手伝ってやってるじゃないか。さっさと終わらせようぜ。言っておくが、私は今夜、予定があるんだぜ。何よ。クリスマスイブといえば、サンタといえば、プレゼント。うん。今夜は、私はサンタになって、眠っているみんなのところにプレゼントを配って回るのさ。へえ、あんたにしては、なかなか気の利いたことを考えたじゃない。うちの家も借りてきたもので、だんだん手狭になってきてさ、いらないものを夜中にこっそり持ち主に返そうと思ったんだ。それただの不用品処分の大掃除じゃない。呆れた。で、レイムも手伝ってくれよな。はあ？なんで私が？大掃除手伝ってやっただろ？それはそうだけど。じゃあ今夜またここに集合な。私は帰ってゴミ、改めプレゼントを集めるからさ。しょうがないわね。今夜は、マリサンタとレイムトナカイで、お宝返品大作戦だ。私トナカイ？寒い。いつまで待たせるのよ。おーい、レイムー。来たみたいね。悪い。ちょっと手間取っちまったよ。あれ？どうした？なんか、声とか。雰囲気、違わない？いや、実は、マリサ役の人がネットで東方ボイスドラマに出たら風評被害を受けて、住所特定されたり、殺害予告されたりするっていうのを見て、もうやりたくないって言って降板しちゃったんだよね。で、私は代役。っていうか、私も住所特定とか嫌なんだけど。こんな企画。厳密に言えば、東方ボイスドラマでも何でもないのにね。これ東方ボイスドラマじゃないの？もう寒いからさ、早く行こうぜ。このメモ通りに物を返していけばいいんだろ？だろって、あんたが考えたっていう設定でしょ。そうなの？何でもいいからさ、行こうぜ。まずはアリスのところからだな。どうやって入るの？アリスはいつでも私が入ってこれるように、こうやっていつも窓の鍵を開けててくれ。開いてんじゃん。あんたが開けたんでしょ？静かに。アリスが起きるだろ。なんで私が怒られてるの？ぐっすり眠ってる。寝てるときは無防備で可愛いのにな。マリサ、マメ、キノコ中に入れちゃ、マメ。気持ち悪いわね。早く終わらせて帰りましょう。借りてた人形をここに置いてっと。キノコとマリサの赤ちゃん、できちゃう。どうする？キノコとあんたの子供できたら。知らないよ、そんなの。頭痛くなってきた。さあ、どんどん行きましょう。次は、つくも姉妹。それから、黒谷ヤマメのところに寄って、その後、リリー・ホワイト、鍵山ひなのところへ。ちょっと待って。それは飛ばそう。え？なんで？これ、そういうのじゃないから。見てる人にもわかんない人いるし、そういう、それじゃないから。どういうのなの？エイリンのところね。ふん！相変わらず薬臭い部屋だな。姫様はいつも、自宅の警備ばかり。これ、さっきと同じ声優さんだ。ね、これ同じ声の人だよね。いちいち騒ぐなよ。初めて声優文化に触れた中学生かよ。エイリンに返すのは、この風邪薬。風邪薬、いらないの？これ、失敗作だったんだよ。くだらねえもん掴ませやがって。ぽい。姫様、いい加減に働かないと。乳首に、砂糖水、塗りますからね。どうです？カブトムシ、寄ってきたでしょ？こいつ何の夢見てんの？さて、次は。ちょっと待って。はい、私だけど、どうしたの？何それ、マジウケる。医大生？セッティングできた？マジ全然大丈夫。すぐ行く。ごめん、レイム。すごく緊急の用事ができて。合コンでしょ？代役用意するから、いいだろ？な？東方ボイスドラマは風評被害で、人が集まらないんじゃないの？大丈夫。何にも知らない声優に憧れる女の子を、適当に黙らかせばいいだけだから。めちゃくちゃ言うな、お前。次の場面ではもう声優変わってるから。はい、よろしく！何やってんだ、レイム。置いてくぞー。大丈夫なの？東方シリーズが大好きです。頑張るぜ。おう。じゃあ次は、誰のところに行くの？レイムのところだな。は？私、ここにいるんだけど。でも、メモに書いてあるし。わかったから、あんな気になるのやめて。本当だ。レイムだ。借りてたチョコの作り方の本を返してと。なんか、この子、うなされてる。いろいろあるんですね。風呂屋が空いてる。寒いから入っていきましょう。今からか？別にいいですけど。あったまるなー。よし、じゃあ行こうか。今のシーンいります？着きました。ミラミカル・リランさんの家だぜ。誰？恐怖のいたずら狐、ミラミカル。リランだぜ。知らない。私も知らないです。ええ。とりあえず、借りてたものを返しましょう。でも、どうやって中に入ればいいんだぜ。ふん！よし。ええー！この子がリランちゃん。狐の妖怪ね。教えてやるよ。残酷な現実をな。かわいい。いくら？これ。売り物じゃないぜ！リランさんに返すのは、これだぜ。何？それ。棒？確かこれは。ダークインフェルノ。そう！ダークインフェルノです。ダークインフェルノ？リランさんの武器で、舐めると飴のように甘いそうです。ちょっと舐めてみていい？はい。ペロリ。あ、うまい。ペロ、ペロリ。んご、んご。ちょっと、何やってるんだぜ？ペロロロロ。やめて！とにかく、これを、そこのダークインフェルノ置き場に置いて、完了だぜ！お前を、泣き者にしてやろうかな。